ハロハロ。ことわざを使って英語を学びましょう。今日のことわざは、朝礼誤解。命令や規則などがひっきりなしに改変されて一向に定まらないこと。朝に命令を出したと思ったら、その日の夕方にはもう変わっているといった意味だね。これは中国全漢の時代を表した歴史書、漢書に出てくる言葉です。時は紀元前2世紀、漢の文帝は有能な臣下たちを重んじ、全漢時代の繁栄を支える基礎を築きました。そんな優秀な臣下の一人に、張祖という人がいました。ある時、張祖は民衆が困っている様子を見て、文帝に意見書を出しました。農民たちの生活は苦しいものである上に、水害や干害にも見舞われ、必要以上の租税を臨時に取り立てられ、朝出された法令が夜には改められているといったありさまです。厳しい生活を強いられている農民は法律が頻繁に変わることで振り回され、さらに苦しめられている。そんな状態では、せっかくの法律も当てにならないと戒めているんだね。トップの方針がコロコロと変わっては、いずれその人の信頼は失われてしまう。この言葉は、そんな批判の意味も込めたネガティブな言葉として使われています。同じような英語のことわざは、こんなのがあるよ。The law is not the same at morning and at night. 今日のチェックポイント。Law 法律、法令。Same 同じ。定冠詞の座が必ずつくところに注意してね。ちょっとしたことで方針がコロコロと変わるようでは人はついてこないわ。そのためにも軸となる方針は念入りにしっかりと決めておかないとダメだよ。その上で変化の激しい時代に合わせて臨機応変に戦略を変えていかなきゃいけない。大変な時代になったものだよね。ということで今日はこの辺で。それでは次回をお楽しみにね。See ya!